次はシンガポールの成長ということで、ジョホールバルの成長を考えていく上で、シンガポール、お隣のシンガポールという国、これは無視することはできません。で、シンガポールという国はもともとマレーシアだったんですね。で、マレーシアのそのマレー系の人たちを優遇する政策というものが、心理的にもですね、実際的にもその抵抗があったというところで、中華系の人を中心に独立した国、これがシンガポールです。で、マレーシアから見るとですね、自分たちの国から独立をしていって、いつの間にか大きく成長してしまったという国なんですね。ですから心理的にシンガポールという国を嫌いだという方は実は少なくありません。特にジョホールバルにおいてはですね、少なくないんですね。ただそのシンガポールという国が成長することによって、ジョホールバルという町が成長させてもらっているということも否定できない事実です。で、今までシンガポールとジョホールバルが経済圏として一体化することによってですね、大きく、相互的なメリットを出すことができる。これはシンガポールという国はやはり国土が狭いですから、より発展していくためにはより国土が必要になってくる、よりスペースが必要になってくる、より人口が必要になってくる。この時にシンガポールとしてはジョホールバルを上手に活用していきたい。で、ジョホールバルからするとですね、シンガポールの成長性、ここを上手に活用していって、ジョホールバルも一緒に成長していきたい。お互いのニーズが合致しているのですが、今までその歴史的な経緯もあってですね、ジョホールバル、これはマレーシアにですね、13の州があって、9つの州に王様がいます。で、その王様がですね、ジョホール州にも王様がいまして、その王様の中でもですね、一番強い。なぜかジョホール州はですね、州の独自の軍隊なんかも持ってるんですね。そういった状況の中で、そのジョホール州、やはりシンガポールと隣接している、自分の、隣接している国がマレーシアから抜けて大きく成長していった。そこです。心理的にすごく大きなしこりが残ってですね、その王様はシンガポールのことが大嫌いで、政策的にどうしてもその一緒に成長していく必要があるということが分かっていても、そこを常にこう反対し続けていたという王様がいたんですが、これが2010年ですね、王様が亡くなった。そのことによって、そしてですね、次の皇太子が即位をされて、一気に関係が改善されました。で、今のですね、マレーシアのナジフ首相も、シンガポールと友好的に行きたいということを進めている首相でですね、国としても、ジョホール州としても、シンガポールと一緒に提携して、大きく成長していこうと、政策が大きく転換した。このことによってシンガポールを、上手に使って、ジョホールバルも成長していく、この、下地ができたわけですね。で、今その成長性を、私たちは信じて、グローバルという会社がマカオから、ジョホールバルに本社を移して今来ているわけです。で、この、シンガポール、実は世界の中でも、最もこう高い経済成長率を誇っております。2010年の GDP の成長率14.5%、大きく成長している中国でもですね、8%とか9%と言われています。その中でこの中国よりさらに大きな成長をしている、遂げているシンガポールなんですね。で、金融大国としても高い競争力があります。1997年にですね、香港が中国に返還された時、
多くの欧米系の企業がアジアのですね、ヘッドオフィスを香港からシンガポールに移しています。そこでシンガポールの成長というものが始まったんですね。で、今ではアジアの金融センターになってきています。で、このように大きく成長している、シンガポール、このシンガポールがですね、マレーシアに対してもたらす影響、先ほども申し上げましたけれども、このマレーシアの経済を大きく発展していくだろうと、言われていますし、実際に大きく引き上げております。かつてのですね、香港と深圳のような関係、マカオとジュハイのような関係、になっていくだろうと思います。で、これは物価の価格差というものが、今でも大きく存在しています。この物価の価格差がですね、今後一つの経済圏となっていくときに、ここは狭まってくるというのは、想像に難くありません。今では不動産価格はですね、マレーシアとジョホールバル比べて、まあ、6倍から10倍と、言われておりますけれども、そういったですね、価格差も例えばジョホールバル、がですね、倍になったとしてもですね、まだまだシンガポールから見ると安いわけです。そうなってくると、一つの経済圏として成長していった場合に、そういった成長は容易に見えてくるのではないかなと思います。で、マレーシアのですね、生活コストはまあとても安いと、こういったことも影響してますね。で、シンガポールからその高所得者の移住というのも考えられますし、で、ニューヨーカーがですね、ウィークデーはニューヨークに住んで、ウィークエンドは、ニュージャージーの方に住むと、いうことが ありますけれども、こちらのシンガポールのですね、富裕層が平日はシンガポールに住んで、週末はジョホールバルに住む、こういったことがすでにもう始まっているんですね。で、こういったところで、その所得、高所得者の方の移動というものがあるんですが、さらに面白い仕組みとして、ジョホールバルの人たちがですね、シンガポールで働くということがあります。これシンガポールで働くだけで所得が倍になるんですね。なので、ジョホールバルという町自体が所得をこう引き上げてですね、平均所得が上がって、で、その後こう消費活動が活発になるということを待たずに、単純にシンガポールで働く、ジョホールバルに住んでいる人がシンガポールで働くということだけで、ジョホールバルの平均所得が上がるようなもんなんですね。ですので、不動産の価格の上昇、そういったもの、また自動車なんかもですね、非常に今増えているのですが、そういった価格、その本当にその価格に見合うだけの給与をもらっている人はどれだけいるのだろうかという声もあるのですけれども、そういった仕組みもあるんですね。